どうぞ、情報連携の、施行運用の状況についてご報告を申し上げます。情報連携の施行運用を7月18日から開始して、3日が経過しました。昨日21時時点で8018件の情報連携が完了し、特に大きなトラブルもなく進捗しています。一方で、厚生労働省は担当している介護保険の事務を行う広域連合であります岩手県の富士広域連合、福岡県介護保険広域連合において情報連携ができない事案が2件、発生をしています。これらにつきましてはすでに担当ベンダーが速やかに復旧作業を終えています。現在は公的機関間の施行運用期間でございますので、住民の皆様はこれまで通り、同手続きを役場の窓口に、出向いて、従来通り紙ベースで、行っていただいておりますので、住民の皆様にはご迷惑をおかけすることにはなっておりません。でこの施行期間でございますが、前回も申し上げましたが、約3ヶ月後に迫りました本格運用を円滑なものに、するべく課題を、今の間に洗い出して、システム上の、トラブルに発生しないか、こういったことも、しっかりと改善をしていくための取り組みでございます。その、担当ベンダーにおかれましても、対策本部を、設けて、いただいているということなど趣旨に合った取り組みがされていると認識をしています。去る7月7日に、開催させていただきました関係閣僚会議におきまして、私から各府省が責任を持って進捗管理をするべき、事務手続きについては確認を、させていただいておりますので、各担当大臣や、担当局長におかれましては今年秋の本格運用に向けて緊張感を持って、対応をしていただきたいと考えております。これは施行運用で課題を洗い出して、どのように、改善をし、そして、3ヶ月後に、皆さんに安心して、今度は添付書類も必要がなくなるという、利便性を享受していただくための大切な取り組みでございますので、今後定期的に私は状況を皆様にお知らせをしたいと考えています。ご希望の皆様におかれましては、その都度毎日私のところにも報告が来ておりますので、大臣官房の個人番号企画室の方に、お問い合わせをいただけたらと思います。記者会見の日は私に聞いていただけたら結構でございます。冒頭は以上でございます。ありがとうございます。では管理者から1名お願いします。山下さしみの番組です。昨日ですね、情報通信審議会が、放送法人の政策流通の促進方策のあり方についての中間答申を出しました。その中でシステムの機械の検証ですとか、著作権処理を今後の課題に挙げましたが、一方で橋本です、ね、NHK 幹部のですね、そのネット受信料をめぐる発言もありまして、放送業界の足並みが揃っているとは言い難い状況にあると思います。現状のですね、課題と今後の議論に期待する点について、大臣お考えください。情報通信審議会においては NHK と、民放の双方に、議論に加わっていただいて、このネット同時配信にかかるシステムの在り方や、権利処理も含めた技術的な課題について、検討いただいています。昨日7月8日に中間答申を、いただきました。この中間答申におきましては、民間放送事業者の同時配信の、実施はその経営判断に委ねられるということを前提としながら、地方の放送事業者を含めた多くの放送事業者が同時配信を実施しやすくする、環境整備を図るために、複数の放送事業者が連携した実証事業を通じて災害情報などを提供するための配信システムの検討や、通信需要の推計を行うということ。これまで
放送分野で蓄積されてきた権利処理の実務上の、運用手続きを参考にしながら、同時配信にあたっての具体的な権利処理方法について検討することに必要だと、されています。具体的な権利処理方法については、まだ今後引き続き審議会でご検討をいただく予定といたしておりますが、総務省としましてはこの中間答申でお示しをいただきました課題を踏まえて、ローカル局を含めた関係者が参加できる実証事業の実施などを必要な措置を検討してまいりたいと思っています。で、来年の夏頃に最終答申をいただくということを希望しておりますので、審議会におかれましては引き続き関係者の、ご意見を十分に踏まえていただきながら、システムのあり方、権利処理も含めた技術的な課題について、検討を続けていただきたいと思っております。ありがとうございます。それでは福祉課どうぞ。どうも、福祉の代表です。お考えをしてきますけれども、南通販の事業確保をめぐる日報について、野田防衛大臣が2月の会議で保管されていたデータの非公表を了承したということや、この会議以前にもデータの保管について報告を受けていたと報道されていますけれども、この件についてどのように見ていますか。報道ベースでは承知をしているわけでございますけれども、ただ事実、関係につきましては、他省庁の事案でありますから、私は承知をしていません。総務大臣としてお答えすることがとても難しいということは、ご理解いただきたいと思います。私に分かっていることは、現在、独立性の高い、特別防衛監察、がの実施環境を調査しておられるということでございますので、その結果についてしっかりと国民の皆様に説明責任を果たしていくということが重要であると思っております。やはりそれぞれの役所を預かるトップ、そしてまた、幹部職員、の言動というものについては、それは行政を運営していく上で国民の皆様の信頼なくしては、その円滑な運営もできない、わけでございますから、この、観察の結果が出たらしっかり、説明していただくと、誠実に説明していただくということが大事だと思っています。経営状況を伺っていきます。同時配信に関連してですね、NHK の方で放送法の実施基準の変更を申請をしまして、それについて総務省の方で考えをまとめたというふうに聞いていますが、大臣の方ではそれについてはどのようにどうなっているのか、お考えを聞かせてください。パブリックコメントの、件についてのご質問かと思いますが、NHK からも7月12日に、インターネット活用業務の組織上の変更案、に関する認可申請に対する認可申請に提出されました。で、7月20日に、総務省の考え方を公表して意見募集を、開始したばかりでございます。で、この変更案では、今年度のテレビ放送ネット同時配信の試験的提供として、地域制限を含めた地域配信、同時配信の提供時間の拡大、ピョンチャン五輪の、競技番組の配信、4K 試験放送番組の配信などが盛り込まれています。で、総務省でもこれまで、放送をめぐる諸課題に関する検討会に、おいてご議論いただいたことも踏まえ、放送法第20条第10項の認可基準に基づいて審査を行いました。その結果、現行の受信料制度を踏まえて行うこと、事前の周知、適切な情報提供を行うこと、地域制限による地域配信の検証結果についての情報共有や、検証前後での積極的な民間事業者との連携、
試験的提供により得られた知見の共有、詳細な分析の実施や結果の公表を行うこと、などを前提して、前提として認可することが必要だという考えを示させていただきました。まあ、今後は意見募集によって寄せられましたご意見を踏まえながら、さらに検討を、させていただいて、9月には電波管理審議会への諮問を行うということを予定しております。
これどこの省庁でも同じだと思いますが、できるだけ、疑念を持たれること、については明確に、速やかに、説明をしていくこと、そして、人間もすることですから、そしてまた特に今 ICT の時代ですから、何かこうベンダーによって、システムトラブルが起きたら十分じゃなかったという設定があったということも、ありえましょう。でもそういうことを、しっかりと皆様にも公表しながら、問題意識を共有していただきながら、速やかに改善をしていく、こういう姿勢が必要なんだろうなと私は考えています。すみません、防衛省のことは本当にわからないので、それ以上お答えしようがありません。私の北長です、ね、子供の会の関連でお伺いしますけど、以前の会見で共同総会に対してもですね、小規模な自治体での協議会の間について、三陸自由水車を交えた共同会を8月に開催されるということを公表されましたが、8月も定例に立ち上がりまして、それをいつ開催するのか、共同協議について伺いますか。この日は決まってますか。一回最初の開催日についてお聞きします。これからお伝えしますけども、ですね、今回何か申し上げたように1月中に研究会を開催するということで最終調整しているようですが、来週にはですね、やるようなことを言われたらと思います。具体的にはですね、同席の同性化の方にお伝えしてください。はい、ご質問週明け4月24日デルワークウェイをするということで、大臣に非常に力を入れていらしたというようなことになります。でこれまで大臣は働き方改革とかですね、あるいは2020年の本格改革という点でもイメージしましたけれども、デルワークウェイに絡んでさまざまな企業の活動とかビジネスチャンスというような広がっているのではないかと思います。その点でお考えしますご質問をご覧いましたか。テレワークっていうのは、時間や場所を有効に活用できますので、柔軟な働き方ということを実現できます。ですから、社会、企業、それから就業者の3方向にメリットを、もたらすものだと思っています。先般テレワークデーのプレイベントでも申し上げましたけれども、テレワークを導入している企業が、13.3% にとどまっています。でその理由としましては、まずテレワークに適した仕事がないといった認識ですとか、適切な人事管理、それから人事評価が、困難だといった労務人事面での課題ですとか、またセキュリティ上の、懸念でしたり、テレワーク中の社員の方とのコミュニケーションの課題といった、技術面と文化面の課題が指摘されているんですね。しかし、そういった今指摘されているような課題というのは、先進的にテレワークを導入している企業の事例というものを参照したり、あと従業員の方々の意識改革によって解決可能なものが多いと考えております。で今年のテレワークデーの参加企業でございますけれども、7月20日木曜日、現在で771社に上っています。情報通信だけではなくて、商社、食品、運輸、自動車、建設、不動産、といった非常に幅広い、業種に、広がりつつあります。で産業面でということを申し上げますと、昨年の、総務省の通信利用動向調査、という調査があるのですが、これによりますと、生産性の向上ということを目的にテレワークを導入する企業が、前年より、10ポイント以上増えています、ちなみに 49.5% から 59.8% へと、増えておりますので、テレワークを導入しておられる企業の、1社当たりの労働生産性というものは導入していない企業の 1.6 倍となっていると。いうことも明らかになっています。ですから
産業界の皆様にはテレワークをまずやってみるということによって、まあ、こうしたテレワークの効果を実感していただいて、まあ、生産性の向上、優秀な人材の確保、そして、まあ、私自身が重視していることとしては介護離職、育児離職、まあ、などの防止でコストの削減、まあ、さらにはビジネスチャンスの拡大につなげていっていただきたいと思っています。でこの場をお借りして恐縮ですが、導入方法についてわからないとか、まあ、先ほど申し上げましたような課題について、懸念のある皆様には、総務省ではテレワーク導入アドバイザーの派遣もしております。これも無料でですね、1回から6回、派遣するものでございます。で今年度は8月に、開始予定にしてますので、こういったことをアドバイザー制度を利用していただきたいということと、まあ、昨年11月にテレワーク推進企業ネットワークを立ち上げたこともご記憶いただいているかと思います。ここに68団体参加してますので、テレワークの実施企業が自分の会社の工夫ですとか、工夫していることとかノウハウ、まあ、これをこれからテレワークを導入しようとしている企業に対して具体的なアドバイスをしていただきますので、まあ、こういったことを利用してぜひこれからの成長につなげていただきたいなと願っています。よろしいでしょうか。ありがとうございました。